はい、皆さんこんばんは。豆柴さんいらっしゃい、一月ありがとう、シダゴンさんいらっしゃい、ノブさんいらっしゃい。ということで、金曜日恒例で最近なくなっている、アドベンチャー枠獣星とダイヤモンドですね、第5夜になります。よろしくお願いします。うん、 FF やっと届いた。ものすごくちょっと乱雑に入っててびっくりしました。ポローンって開いてた。アコツです。チナさんいらっしゃい、クロムゼさんいらっしゃい、シュウさんいらっしゃい、斎藤さんいらっしゃい。そうね、土曜のアドベンチャーになってますね最近は。あっちゃんいらっしゃい、ウィンドさんいらっしゃい。ちょっとね、最近金曜日できなくて、早速ですが夏目を出してきます。フェアさんいらっしゃい、こんばんは。12個目さんいらっしゃい。雪が心配。今夜からね、ガクッと大寒波が来るらしく、心のうち、心なんだ。 iPad でニコ生の仮面ライダーブラック RX、 今やってんだ。さあ、じゃあ続きです。やっていきましょう。ちょうど、エピソード3に入ったところですね。サクさんいらっしゃい、ヨシーさんいらっしゃい。今のところ関係図はありません。鬼塚さんだけです。新しい動きがあるのではないかと思われます。画面大丈夫かな。アンさん、気まぐれさんいらっしゃい。謎謎謎謎だらけじゃない。イラつくな神崎、何もかも一気に解決できるわけじゃない。物には順序がある。少なくとも立てこもり事件は解決した。ちょっと待って、3人で攻めないで。いい図式ですね。片桐さん、今後の捜査はどこが引き継ぐんですか。丸棒の4課井上警部のところで捜査する。村瀬の殺しは一課が引き継ぐだろう。丸棒との共同捜査って形でしょうか。まあそれが順当だな。いずれにしてもゼロ課に出番はない。なんとかなりませんか。鬼塚、気持ちはわかる。だがもう終わったことだ。村瀬だけじゃない、菊池涼子や秋葉周平の件もまだ解決してない。結局誰が殺したのかっていうのもわからないままですね。あこそばいらっしゃい、物欲さん、あめちゃんいらっしゃい。うん、始まったところです。片桐と聞くたびにラーメンズを思い浮かべてしまう。ラーメンズ、大掛かりな捜査になりますね。だろうな。村瀬の一件だけでも参加できませんか。鬼塚、殺しの捜査は一課に任せるんだ。はい。そうだ、片桐さん、野村くんはどうなりました。ああ、野村か。え、やめちゃった。あいつは辞表を出して札幌に帰った。札幌？あいつの田舎だよ。正当防衛は成立しないと自分で認めたんですね。そういうことになるな。でも挨拶もなしに田舎に帰っちゃうなんて。落ち着いたら顔を出すと言ってたよ。いろいろ一人で考えたいこともあるんだろう。なるほど、そうかもしれませんね。他にないか。なければ解散だ。業務に戻ってくれ。わかりました。おこちょさんいらっしゃい。そうね、野村さんは結構闇を抱えてそうだったので出てくるだろうね。鬼塚さんいいですか。ああ、どうした。散歩しながらモッケーと話してたんです。
ちょっとストレスが溜まってます、もっと走りたいって。本当に話したのか？言葉が通じなきゃ話せないと思ってます？思ってるよ。こっちが聞こうと思えばちゃんと話せるんですよ。言葉しか信じないなんて、お水子さん職業病じゃないですか？耳が痛いな。でももうちょっと待ってくれ。休みが取れたらいつもの山に行くって伝えといてくれ。やだなねえ、モッケ。モッケはここにちゃんといますよ。自分で伝えてください。わかったよ、モッケ悪かった。もうちょっと待ってくれ。もうちょっとっていつですか？もしそれが3日以内じゃないなら、私家に連れて帰ります。参ったな、責められてるみたいだ。責めてます。分かったよ、頼む。少しまとめて運動させてやってくれ。走らせるときはノーリードですか？そうだ、人気のない山の中で1時間ほど遊ばせてる。呼び戻しは？この犬笛を吹いてくれ、必ず戻ってくる。賢いですね。ちょっといいですか？いい音ですね。冗談だろ、この音は高周波だ。人間の耳には聞こえない。でも聞こえるんです。信じられない。でもそうなんです、私の前世は犬ですから。そうか、わかったよ。あ、その顔は信じてませんね。ここさえね。信じるよ。でも本当にいいのか、せっかくの休みなのに。せっかくの休みだから一緒に出かけるんですね、モッケ。お、クジラお子さんです。警視正ゼロ化を叩くなら今しかありません。あの生意気な鬼塚を追い出してください。それはわかってる。だが片桐は総監を味方につけている。迂闊に手は出せない。皆川組の件であいつらの責任を徹底的に追及するべきです。聞いたよ、クジラ岡君、交渉役を買って出て狭山に邪魔者扱いされたらしいな。いや、それはあいつらが勝手に。おまけにクジラ岡君、丸棒の井上ってやつと現場で喧嘩したな。私は失敗していません。でも結局事件を解決したのはやつらだ。だからいつまでもあの鬼塚ってやつにでかい顔をされる。違うかね。小山田さん、こんなんだったっけ？はい、警視正、申し訳ありません。私も心を痛めている。でもこのままじゃあのゼロ化の連中がますます増長する。そう思うかね。はい、その通りです、警視正。クジラ岡君、君も少しは頭を使いたまえ。交渉人を潰す役は交渉人に任せればいい。と申しますと？スイットはもともと捜査一課の管轄だろ。鬼塚に対抗できるような交渉人はいないのか？交渉役なら私が。君じゃダメなんだよ。鬼塚の花を明かすことはできない。だからこっちもその道のエキスパートを用意するんだ。はい。仕事しなさいよ。ユギさんですかね、これは。ユギはどうだ？あいつもロサンゼルス市警で勉強してきたんだろ？ユギ？ユギですか？優秀な交渉人だと聞いています。ああ、でも警視正、彼はフリーランスです。優秀な人間なら関係ない。あの鬼塚だってフリーみたいなもんだ。そうだろ？おっしゃる通りです、警視正。あいつをうまく使え、遊戯を鬼塚にぶつけるんだ。お言葉ですが、交渉の優勢権はゼロ化にあります。遊戯の投入は難しいのでは？頭が固いよ、クジラ岡君、もっと柔軟に考えろ。命令系統に混乱があったと言えばいい。どういう意味でしょう？ゼロ化が出勤した後、私がスイットに出動を命じる。混乱していたので別々に出動依頼をしたとしらを切ればいい話だ。そしてゼロ化の目の前で遊戯に交渉させる。交渉がうまくいったら奴らの面目は丸つぶれだ。うまくいかなかったら鬼塚にバトンタッチだ。失敗は全てあいつらの責任にする。どっちにしてもうまくいくってわけだ。どうだ、クジラ岡君、頭を使えば簡単なことだろ？恐れ入ります、警視正。ユギ君、新しいキャラが来そうですね。
和骨37個目さんいらっしゃい、45個目さん、荒船さん、たすけさん、エルクさん、52個目さんいらっしゃい。邪魔者増えるよやったね、鬼塚邪魔者が増えそう。54個目さん、ゴーストさんいらっしゃい。あ、また1000万渡すんだ。調査料だ、1000万ある。受け取れない、額が大きすぎる。受け取ってくれ。いつまで張り込ませるつもりだ。この額ならいつまで。諸経費を加えても3ヶ月はいけるな。そこまでは必要ないと思う。探偵さんです。ずいぶんアバウトな話だな。すまない、今のところ成果が上がるまでとしか言えないんだ。わかった、途中で打ち切った時は日数に合わせて返金する。欲がないんだな。うちは明朗会計なんだ。ところであれから人の出入りは？誰も入らないな。本当にここで何かあるのか。間違いない。武器商人が集まる場所でしたね、ここは。グレンさんが言ってましたが。それならいいが、こっちも不安になる。まあここまで誰も出入りしないってことは逆に不自然だ。そう考えれば何かあるのかもな。これから一人中に入っていくよ。どういう意味だ。正面から入って皆川のことを聞いてみる。もし1時間以内に戻ってこなかったらこの番号に電話してくれ。誰の番号だ。この調査の依頼人だよ、グレン佐藤という男だ。わかった、預かっておこう。一応ね、中川さん と、社員の方とね交代でやってますね、12時間ずつ。すみません、止まりましたね。急に誰だ。博物館の中の受付の人です。トマトありがとう。エデンボリさんはいらっしゃいますかっていうところです。鬼塚と申します。お約束ですか。いいえ、申し訳ありませんが、お約束がないと皆川善治の紹介と伝えていただけませんか。紹介状はあります。わかりました。しばらくお待ちください。すでに突入しましたね。あ、会えるって、エデンボリー。どんな人だと思う？日本人じゃないから、やっぱ金髪なのかな？金髪がこうドレッドっぽいさ、黒人の、想像します。お会いになるそうです。どうぞこちらへ。私も一瞬思ったんだ。この人かなーって。おじいさんかもしれない。イギリス紳士っぽいイメージ。どうぞこちらです。地下にいるのか。ええ、そうです。エデンボリは下におります。その階段を使ってください。わかった。ようこそ。これはどういうつもりだ。皆川の紹介状だ。紹介状を偽造して何度かなると思ったか。組長の皆川は刑務所の中だろう、鬼塚君。さすがに早耳ですね。警視庁ゼロ課の交渉人鬼塚陽一が何のようだ。何でも見通しですね。それは皮肉かね。皮肉じゃない、素直な感想です。質問に答えていない。要件は何だ。まず皆川組が購入した2000丁のマカロフを狭山という男が横領した。
次に武器商人だった村瀬隆明が殺された。そして佐山が隠していたマカルフが全て消えた。その後この画廊から出てきた皆川善治をある人間が目撃した。大粒のダイヤが入った黒いカバンを抱えた姿をね。だからここに来てみた。答えになってるかな。なるほど。だからマカロフをダイヤに変える魔法をかけたのはあなただ。おじいちゃんだ。面白い意見だ。それは君一人で導いた結論か。どういう意味だ。確かに私のことを聞いたのか、誰かに私のことを聞いたのか、いや自分で考えた。グレン佐藤を匂わせてますね。チュナさんいらっしゃい。でかいダイヤに変わりました。まあいいだろう。それで君は何が知りたい。武器の売買で稼ぎたい。まとまった金が欲しいな。鬼塚君、君は何か勘違いをしている。私はただの美術商だ。武器商人じゃない。もっとも私を熱心に支援してくれる会員の中にはそんな人がいたかもしれない。その熱心な会員とやらを紹介してもらえないか。考えてもいい。考えてもいいが、すぐには信用できない。君と私は初対面だ。美術商。それに君は警察に雇われている人間だ。信じられないな。どうやったら信じる。ちょっとしたゲームをしよう。私を裏切った人間が勝手に武器を売買しようと企んでいる。裏切り者は許さない。私の代わりに捕まえてくれないか。どうだ、面白い話だろう。取引の、時刻と場所は明日の朝午前3時45分。場所は東名高速日本山サービスエリア。そこで皆川組の組員が3丁の銃を手渡す。銃のタイプは AK-47S。 カラシニコフか。カラシ？そうだ。取引の相手は。そこから先は行ってみてのお楽しみだ。何もかも教えたんじゃつまらないゲームになる。違うかね。もったいぶるな。嫌ならやめればいい。帰ってくれ。分かったよ、やるよ。今晩やつは新宿発名古屋行きの深夜バスに乗る。仲間は何人いる？超定番の銃なんだって。 AK-47。 おのれたぬき、おのれたぬき。それはわからない。発射時刻は。それも秘密だ。ゲームに参加するなら急いだ方がいい。俺は武器商人と取引がしたい。この事件を解決したら情報をもらえるのか。物事には順番がある。話の続きは犯人を捕まえてからにしてくれ。私を喜ばせてくれればそれなりの見返りはある。約束するよ。天下、お客様のお帰りだ。あずさんいらっしゃい。クローバーさんいらっしゃい。カラシニコスバスターミナルだ。本当の話なの？ああ、間違いない。片桐さんに報告してくれ。新宿から出る名古屋行きの深夜バスは1本しかない。これから俺はそのバスに乗る。犯人の顔はわからない。乗客がどんな動きをするか、じっくり観察するよ。日本山サービスエリアにバスが到着する時間は？予定では午前3時30分前後。井上さんと一緒に先回りしてくれ。現行犯で抑えたい。武器を持ってるからってことか。分かったわ。片桐さんにも報告しとく。128個目さんいらっしゃい。悪いな、助かるよ。そろそろ時間だ。じゃあ現地で。お名前は？鬼塚陽一。鬼塚さん、待ってください。名簿にありませんね。すみません、満席です。席は空いてるじゃないか。チケットは売り切れです。チケットは持ってるよ。またあいつらいい加減な仕事しやがって。
鬼塚の乗車に難色を示した。窓口のミスですね。申し訳ありませんが、名簿にないお客様はご乗車できません。発車1分前だ。どうぞご了承ください。座席はバラバラだ。団体客のキャンセルが出たんだと思います。乗せてくれ。外せない要件があるんだ。規則は規則です。ご理解ください。俺は窓口で金を支払ってチケットを購入した。規則を破ったつもりはない。それはごもっとも、ごもっともなんですが。座席は空いている。乗せてくれ。お客様すみません、料金は窓口で払い戻しいたしますから。分かった。ここで押し問答しててもしょうがないな。ご理解いただけましたか。一緒に窓口まで来てくれ。チケット売買、売り場の人間に君の方から事情を説明してくれ。話はそれからだ。ああ、ええ、そうですか。いいでしょう。そこまでおっしゃるならご乗車ください。ああ、怪しいな、運転手。無理を言ってすまない。いえ、いいんです。どこに座ればいい？どうぞ、お好きなところに。あ、こっちやってるな。いらっしゃい。ごねしえた鬼塚。あ、一応そうだね、ガラガラって言ってたから何人かいますね。運転手ごめんね。そうだね、バスジャックが来るか。一番後ろに乗りますね。いい位置だ。あばれる君っぽいのいた。バスであばれる君。本日はご乗車いただきありがとうございます。このバスは0時15分発の名古屋行きナイトウィングです。終点名古屋着は6時22分を予定しております。途中のサービスエリアで15分の休憩を予定しております。深夜の運行につき、ご歓談、携帯電話などはご遠慮ください。まもなく非常灯に切り替えます。どうぞごゆっくりお休みください。お邪魔します。はい、いらっしゃい。ありがとう。エピソード3です。鬼塚さんへ。井上警部と現場に急行中。応援の刑事も2名別車両にて移動中。到着予定は3時20分。10分以内に警備シフト可能。3時30分バス到着を待つ。片桐さんにも報告終了。ゼロ課のメンバーを招集、準備室で待機の予定。以上、頑張って。もりもり、フロム神崎。カチカチカチ。鬼塚さんから返信が来たわ。同乗者は10名、男が7で女は3。10人の中に犯人が潜んでるはずです。ガセじゃないだろうな。多分間違いないと思います。思いますだと？他の刑事にも応援を頼んでんだ。ガセでございました。じゃあシャレになんねえぞ。鬼塚さんを信じましょう。取引の場所と時間は午前3時45分日本山サービスエリア。ブツは何丁だ？自動小銃が3丁。犯人は3人ってことか。そうとは限りません。どうしてだ？鬼塚さんが言ってました。折りたたみ式の銃だから一人でも3丁を運べる。一人で3丁か。でかいんですか？なんかちっちゃいの想像してた。可能性として先入観を持つなと言われました。自動小銃の型は確か AK-47S。 あ、ライフル。じゃあこう両手で構えるようなやつか。カラシニコフだな。カラシニコフ？ロシア製の自動小銃だ。47S なら確かに3丁ぐらい持てるだろう。お願いします。協力してください。分かったよ。文句は言わねえよ。ゴルゴが持ってるようなやつかな。はい、どなたでしょう？お、ま、夜中の訪問者、佐伯龍之介と申します。こんな時間に恐縮ですが、鬼塚陽一さんいらっしゃいますか？鬼塚は捜査中です。お約束ですか？いえ、約束というほど大げさな話ではございません。
今ちょっと大変なんです。明日じゃダメ？ご自宅にいらっしゃらず、もしかしたらと思いまして、ぶしつけではございますが。どうした？お客様です。こんな時間に。さ、駅龍之介と申します。君が佐伯くんか。鬼塚から話は聞いてるよ。ゼロ課の片桐だ。給水塔の件では世話になった。この人好き？タコ、いらっしゃい。ありがとう。うん、そう、とってもいいお宅なんです。もったいないお言葉です。お知り合いですか？まあそうだな。鬼塚さんを探してるみたいです。鬼塚は捜査中だ。それは残念でございました。グレン佐藤さんから伝言を預かってまいりました。グレン、どんなことだ？込み入ったお話なので、この場ではちょっと。じゃあ中に入ってくれ。つまりこうだな。グレンはある組織の依頼で武器商人を追っている。そして今日大きな取引の情報をつかんだ。だから鬼塚とすぐに連絡を取りたい。ああ、すれ違いですね。その通りでございます。自宅にも携帯にも何度もかけましたが、普通でございました。鬼村さんいらっしゃい。うん、そうなんです。ごめんなさい。予約が取れなくて。鬼塚は手が離せない。神崎が携帯のメールで連絡を取り合ってる。急ぐのか。ミスターグレン曰く、できれば今晩中に鬼塚と連絡を取りたい。待ってくれ。彼はどこにいる？残念ながら不明です。誰かを追跡中なのではと私は今予測しています。ミスターグレンは私に地図を託されました。地図？何の地図だ？恐れ入ります片桐様。鬼塚さんに直接手渡すと、ミスターグレンが。つまり誰にも見せるなってことだな。身が縮む思いとはこのこと。お許しくださいませ。いいだろう。だが一つ聞きたいことがある。さっき君が言ってたある組織とは？アメリカの警察組織ではないように思いました。 FBI か、それとも CIA？ 教えてはもらえませんでした。ミスターグレン曰く、君を巻き込むことはできない。なるほど、気軽に喋れる話じゃないってことだな。そのように推察しております。どうする？ここで待ってみるか。よろしいのでございますか？ああ、構わないよ。ご配慮恐れ入ります。お言葉に甘えまして待機させていただきます。腰が低い。もう巻き込んでますね。お使いに行かせてる時点で。なんか風呂で見てます。いらっしゃい。目覚めせんように。今どのあたりですか？もう沼津に入った。もう一台の捜査車両は誰が来てるんですか？山々が出てる。山々？山本と山形だ。山々コンビ出てきた。5分遅れで出たから俺たちの後ろにいるよ。神崎へ。富士インターを通過。予定よりだいぶ早い。そっちは今どこだ？井上さん、鬼塚さんのバスは今富士インターを通過。それってこっちが後ろにいるってこと？そういうこと。すごい速くなってる。山本、聞こえるか？声がでかいな。はい、山本です。そっちは今どこだ？そろそろ沼津です。いいか、よく聞け。マルタイのバスは富士インターを通過してる。山々の山の方ですね。私もね、お風呂で配信を見ることはあります、昔はね。はい、じゃあ次役行きたいと思います。お疲れ様でした。ちょびひげが入ってる山。井上さんの車は？こっちもバスの後ろだ。まだ目視できない。とにかく急げ。やばいね、間に合わないかもしれない。山の方ってどっちだろう？